手には一刀、倒すは五人。魔と上海に高級石魂の剣がなく、ストーリーを極限まで追求し、一切の分岐を排した新感覚ストーリーノベル帰国外。脚本はファントム、吸血戦記ベルゴニアで不動の人気を得たシナリオライター黒口源。原画担当は吸血戦記ベルゴニアにて鮮烈デビューを果たした中央東口。そのニトロプラスの最強コンビが再びタッグを組んだ最新作帰国外が間もなく発売される。そのハードな世界観と魅力あふれる登場人物を紹介しよう。ストーリー、間違った未来、誰かが選択を誤った世界、犯罪決死や天運法の牛耳る上海、一人の男が舞い戻る。彼の名はコンタオロ。かつては崩壊の暗殺者であり、生身のままにサイボーグと渡り合う電磁発生の使い手である。仲間の裏切りによって外地で視線をさまよった彼が、1年の時を経て上海に戻ってみれば、すでに裏切り者たちは崩壊の権力を掌握し、それだけでタオローの最愛の妹までもが惨殺されていた。怒りに身も心も焼き尽くされたタオローは、その手に復讐の剣を取る。登場人物、コンタオロー、人呼んで四電将。ジャンジャボー、人呼んで金剛六部。中シャオヤン、人呼んで羅刹大公。ウンウィンシン、人呼んで亡楽孤独。リン・ワイソン、人呼んで百刀士。劉邦順、人呼んで祈願霊人。そして金持ちのおもちゃとしてもてはやされているガイノイドの少女たち。サイボーグ対飛行術の死闘がついに火蓋を切って落とされる。ニトロプラスが送るストーリーノベル、サイバーパンク武教編帰国外、3月29日発売予定。